11月11日、フジテレビの目覚まし8で、驚くべきアクシデントが生放送中に発生した。その日、番組では、松本人志の裁判終結に関するニュースが進行しており、司会の谷原章介がその内容を話している最中、突然ドンという音が響き、すぐにカメラが切り替わった。映し出されたのは、倒れ込んでいる小室恵里子アナウンサーの姿だった。番組の進行が進む中で、急にカメラが引き、小室アナがその場で体調不良を訴え、支えられるシーンが放送された。谷原はすぐに彼女に駆け寄り、大丈夫?と声をかけ、彼女を支えて座らせた。その後、カメラは切り替わり、進行を務める倉田大成アナが冷静に次の話題に進行を始めた。番組は一見、何事もなかったかのように進行していったが、視聴者はこの瞬間に注目していた。小室アナの体調不良が伝えられた後、番組側から貧血だったと説明され、視聴者に対してご安心くださいと伝えられた。これにより、視聴者は一安心したが、その後のカメラワークについては議論を呼んだ。特に、谷原が小室アナに駆け寄る際、カメラがその倒れるシーンを映してしまったことに対して、多くの批判が集まった。視聴者は、アナウンサーが倒れる瞬間を映し出すことに対して、倒れる姿を映さないで欲しかったという意見を多く寄せ、カメラマンやスイッチャーの判断が配慮に欠けると指摘している。また、わざわざカメラを引いた必要はなかったのではないか。小室アナは映されることを望んでいなかっただろうという声もあり、カメラワークの改善を求める声が上がっている。一方で、谷原章介と倉田アナの冷静な対応には、称賛の声が集まっている。二人は視聴者を気遣い、すぐに次の進行に移行し、番組全体の落ち着きが視聴者に安心感を与えた。特に、視聴者は、やはらの大丈夫?という言葉が、小室アナの状態を気遣うものであったことを評価している。また、小室アナは過去にも、2023年10月に体調不良で、目覚まし8を欠席しており、視聴者の間で、心配の声が広がった。朝の生放送番組は非常に忙しく、過密なスケジュールが続くため、アナウンサーの体調管理が大きな課題であることも指摘されている。このような状況下で、今回のような体調不良が発生したことに対して、視聴者からは、無理せず休んでほしいという温かい言葉が多数寄せられている。小室アナが無事回復し、再び元気な姿を見せてくれることを願いつつ、今後も無理のないように、体調管理を徹底してほしいと願う声が多数を占めている。